はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日は伝説の武器を取りに行きたいと思います。これも最強の一角ですね。いくつか取ってて、残り剣と斧と槍と杖、この4種類ですね。今日はこの4つを取りに行きたいと思います。まず1つ目、ここですね。モンテワイズの町から行けるこれ、緑なき墓所かな、ここにあります。とにかく行ってみましょう。あー、ここはボスですね。ボスを倒して入手みたいです。はいはいはい、なんか悪魔的なやつが出てきましたね。まあ、まずは探していくか。スズリだけ？あ、いや違うな、こいつはもう思いっきり光属性に弱いってもう顔に書いてあるじゃん。間違いなく光です。で、探検はどうだろうね。まあ、とりあえず光は間違いない。いや違った、嘘、いや絶対光でしょう。これもしや属性の弱点はないな。うん、属性弱点は多分これないわ。 OK、 次のターンのサミダレで。え、何何それ。いや若干見える。いや若干もう見えないわ。でもまあここで決めれば OK でしょう。さあ、乱れ切り。なるほどね、こういう感じがあるのね。誰が攻撃するか分かんないっていう。あー、夜にしてくるの忘れた。夜にしてないとね、学者の技があんまり強くないからね。いやあんまり強くないわけじゃないか。こっちの方がダメージ与えれます。夜にすれば、学者の技の方が強くなるんだけどね。失敗したな。まあいいか、行きましょう。そんなに強いボスじゃないね。うん、だってここ確か適正レベル40なので全く問題なくいけました。今レベル80ちょっとです。そりゃ勝てるわな。はい、で禁断の剣ゲットしました。次の装備いきましょう。そして次行きましょう。次はね、普通に落ちてるらしいんだよね。場所がここ、カナルブラインから出て、下に向かったとこあたりらしいんだけども、確かそこら辺に確かね、宝箱が落ちてた気がする。で、その中に、あるらしい。あ、あっちだ、あっちだ、あっちだ、こっちだ。ここか。あ、違った。ギミックゴーグル。あ、でもこれも重要なやつだよ。ギミックゴーグルも、まあ、伝説の装備じゃないけど、これめちゃくちゃ強い、装備でしたね、確かね。行くよ。ここじゃなかったわ。入り江じゃなくって、こう外側だ。確か見かけたんだよね。あったあったあった。ほらほら、あら、あった。ここだ。ダブルトマホーク。まさか普通に落ちてるとはね。では次行きましょう。それでは次行きましょう。次が、サイの町、ここからスタートですね。でここにあります。ここまで向かいましょう。到着しました。ここ一人じゃないと入れませんので、パーティーを一人にしていってください。いやー、なんかボスっぽいぞ。刀狩り、これもうボス確定じゃん。どれぐらい、いやでもね、敵のレベルは40なので全然勝てるんじゃない。40だしさ、極限まで高まったらやばくない。やばい。そういう時はこの帳を入れときは大丈夫でしょう。ごめんなさい、
もう全然舐めてた全然舐めてましたわ。うん、まさかの即死ダメージのやつが最後に隠されてるとは思わなかった。うん、いやあれはもう初見殺しでしょ、絶対やられるもん。こういう時にはもう1体しかいないんだから、間違いなく商人できて呼んだ方が出る、間違いなく。やっちまいな、やっちまいな。もう赤になったんじゃない。次が8か、うん、いや違う、7、黄色か。あ、でももう一回繰り返せば倒せそうだね。1,2,3 ときて、4が絶対避けられないやつね。4の帳でも全然無理だった。 OK、いいね。んで、ま、うん、間に合うね。じゃあいけるでしょう。うん、もう赤だしね。やっちまいな、やっちまいな。オッケー、ゴミは片付けない、勝てました。んで、獲得アイテム、形見の刀ですね。これは、伝説の武器ではないです。違う、これじゃないのよ。で、伝説の武器は、こっちにあります。ここ扉があるんだよね。で、ここです。炎竜の矛かな、これが伝説の装備ですね。ではあと1個杖取りに行きましょう。で、最後の杖がめんどくさいんですよ。最後の杖めんどくさい。場所はこれ、グラベルですね。グラベルに来てください。で、こっから外に出ます、グラベルから。で、この辺でね、朝になるまで待ってください。とにかく待つ、うん、ずっと立っとけばいいです。朝方になると子供が現れます。来た、来ました、来ました、来ました。で、この少年にテメノスの暴く、これを使います。めちゃめちゃ強いんだけどね。これをなんとかやって、暴いていってください。危なーい、ギリギリでした。で、これで隠されたアイテムの情報を得られます。これですね、はい、ムクト邪気の杖です。はい、これで4つすべて、今日ゲットできました。性能を見ていきましょう。まずさっき取った杖がこれ、属性攻撃力335の光と闇の威力プラス、これいいね。で、炎竜の矛が、攻撃力318の火属性の威力がプラス。で、ダブルトマホークは230とそんなに高くないんだけども、戦う回数がプラス1だね。怪人の槍と一緒かな、うん、あれと同じ感じで、ブレイクしやすくなるのですごくいいですね。で、禁断の剣が、322で仏光を増加させてくれます。で、ついでに取ったギミックゴーグル、これも、防御力結構高くって使いやすそうですね。はい、ということで今日は伝説の武器4つゲットしました。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。